その手、その笑顔、そなたの何気ない仕草のすべてがわらわの胸をキュンキュン締め付ける。このままではキュン死にしてしまうかもしれぬ。あ、大丈夫かハンコック。心配無用。ルフィ。あ、わらわ、毎日毎日そなたのために仁王ヶ島よりお食事を届けに参ります。ええー、本当かよハンコック。じゃあ俺、名物のゴルゴンなんとか頼む。そして今ので名を呼ばれたのが10回目。これが婚約。ハンコック、そう甘やかしてもらっては困る。え、なぜそういうことを。そなたに決める権利があるのじゃ。レイリー、答えによってはそなた石にしてしまうぞ。すべてルフィ君のためだ。ルフィのため。なら我慢。